あ、どうも。あ、どうもっす。わざわざすいませんね。とんでもないです。連絡しちゃって。いえいえ、はい、お願いって言ったら、はい、心よく引き受けていただきました。いただきました。あ、すいません、本当ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、本日、はい、4月25日、はい、お誕生日ということで、はい、ありがとうございます。いや、めでたい。非常にめでたいですよ。めでたいですね。めでたい。おいくつに？26になります。26歳。いや、一番いいじゃないですか。なので、ちょっとお誕生日の思い出であったり。思い出ですか。はい。まあでも大学生の時とかに、はい、まあ、やっぱ野球部の寮だったので、うん、まあその、まあ、寮の同級生のみんなとかにこう、いやー、いい、はい、さすが、そういうの持ってますね。この今回のオフ、はい、まあ、釣りをね、まあやってましたね、お誘いしたんですけど、はい、ちょっと似て合わずね。見ましたよ。見ました。なんで1話でまず船に乗らないの？違う、あれは皆さんの仕切りが悪いわけ。なんでいいな。うん、子供、大人の魅力あふれる、うん、子供。いや、かっこいいね、慶応大学。いやいや、でもなんかそういういいね。下関中央工業にはなかったよ、そんなこと。絶対に綺麗な状態なので。はいはいはい。あげるのもそんなに僕も嫌じゃないというか、あの、匂い的な問題も。匂い的な問題大丈夫です、履いてない。大丈夫です、はい。